DS3 はフランスの自動車メーカーシトロエンが製造し DS ブランドとして販売後期からは DS オートモビルズにより製造販売されていた B セグメントのサンドアハッチバック型コンパクトカーとセミオープンカーである DS インサイド2009年2月のジュネーブモーターショーで発表されたコンセプトカー DS インサイドの市販版で 同年9月のフランクフルトモーターショーで発表された。11月に欧州で翌2010年5月6日には日本での販売が開始された。C3 とプラットフォームを共有する。2012年10月にはモンディアルドロ・ートモビルでセミオープンモデルの d s サンカブリオがワールドプレミアとなり、その後発売された。日本市場では2013年6月18日に 発表され、7月5日に販売を開始した。社名の DS は1955年に発売された同社の大型高級乗用車、シトロエン DS を由来とし、C3 や C5 などの C ラインとは一線を画した高級車シリーズである DS ラインの第一弾として投入された。ディファレントスピリットの意味も込められており、シトロエンブランドの新しい価値を表現している。 外観では DS をモチーフとしたルーフが浮いているように見えるフローティングルーフが特徴。カラーのカスタマイズ要素が取り入れられており、ボディやルーフ、ダッシュボードやシートカラーなどを自由に組み合わせられるビークルパーソナリゼーションが設定されているため、組み合わせによってはまさに世界に1台だけのパーソナルカーを作ることも可能である。製造はフランスのポワシー工場。 2015年2月3日、日本市場向けに新デザインのキセノンフル LED ヘッドライトなどを採用した DS3 ニューライトシグネチャーを設定し発売。2016年6月1日、DS ブランドが独立したことに伴って、日本市場向けの DS3 よび DS3 カブリオがマイナーチェンジされる。フロントグリル中央に DS ロゴを配置し、 DSLED ビジョンと呼ばれるヘッドライトを備える。ボディカラーやルーフカラーが一新されたほか、ボディ剛性も向上させた。2019年、DS3 クロスバックの登場に伴い販売終了。ボディバリエーションは、当初、サンドはハッチバックのみだったが、モデル途中より、かぶりオも追加され、計2種となった。後者は、機構上、 ハッチゲートの代わりにポップアップ式のトランクリットが備わる。カブリオ最大の特徴として、フィアット 500C 同様、完全なオープンスタイルではなく、両サイドのパネルを残して、中央部分だけをスイッチ一つで開閉させる、電動ソフトトップが挙げられる。開閉は、全閉状態、屋根部分半開のミドルオープン、屋根部分全開のセミオープンに加え、 スイッチを長押しすることで、リアガラスが前方に倒れて、ホロが後端まで下がる、フルオープンの4段階に調整が可能であり、フルオープン時でもハイマウントストップランプが作動するように設計されている。なお、全閉状態からフルオープンまでの所要時間は約16秒である。エンジンはガソリン直列4気筒を1.4リットル、1.6リットル、 1.6リットルターボの3種類で、ディーゼルは1.6リットルで最高出力 90HP と 110HP のスペックが異なる2種類。トランスミッションは5速、6速、MT、ガソリンの1.6リットルには4速 AT も用意された。2014年2月、シックは従来の1.6リットルからプジョー208や2008で先行搭載された。 新開発の1.2リットル直列3気筒エンジンに換装され、新開発のトランスミッション E トグゴを組み合わせたことで、従来比7 0ラムの軽量化と燃費向上を達成した。なお、日本使用者は前期が1.6リットルのガソリンのみで、後期は常実の通り1.6リットルと1.2リットルガソリンの2種となり、1.2ローナ E トグゴは HB に 1.6リットルターボプラス6速、MT は HB とカブリオの両方に設定される。2011年から実施された WRC の新規定 WR カー、DS3WRC のベース車となった。WR カーの規定にのっとり、4輪駆動プラス1.6リッターターボを搭載している。またアークのほか、アークなどをはじめとする地域選手権や、 2013年以降の WRC3 クラスのプライベーター向けにグループ R3T 規定の DS3 も販売されている。こちらは駆動方式は FF となっている。2014年に開幕した世界ラリークロス選手権にも四輪駆動に完走して参戦し、ペターソルベルグがドライバーズタイトルに連覇を達成している。ありがとうございます。